有君民主党新緑風会のきです。今日,の日朝協議の現状と問題点についてお尋ねしたいと考えております、えー、昨年の5月にストックホルム合意が結ばれてで7月に北朝鮮に特別調査委員会が発足をし調査が始められたと伝えられましてからもう1年以上が経過をしました残念ながら結果として 成果が得られていないということ、どこから打開していけばいいのか、その点を中心にしてお尋ねしたいというふうに思います。昨年、ストックホルム合意が結ばれたときに、安倍首相はこう語りました、全面解決の第一歩となることを期待していますと。 でそれからまあ1年がたって例えばあの日本の報道機関ですとストックホルム合意から1年目にあたる今年の5月29日に NHK があ解説を放送しましたでその結論だけをご紹介いたしますと拉致問題などを解決する枠組みができたことは重要ですこの枠組みを壊してしまっては元もともこもありませんと NHK の解説委員が 一方で、えー、外務省に対して非常に厳しい批判が渦巻いているというのは、ちょっと大げさかもわかりませんけれども、外務省に対する批判というものがあることもまた事実です、成果がないじゃないかと、えー、例えば、ジャーナリストの桜井よし子さんは、今年の8月31日号の「週刊ダイヤモンド」でこう語っておられます。 外務省は北朝鮮外交でも大失敗を犯しているその後にですね1年が過ぎた今何の成果もない何の成果もないから外務省は北朝鮮外交においても大失敗なんだと櫻井義子さんは厳しい評論をなさっておられます私はあのそういう意見をこれまで何度も耳にした時に非常にあの疑問を感じておりますどういう思いかと言いますと外務省はですね 安倍首相をはじめとした官邸の指示を無視をして、一方的な交渉をやるんだろうか、官邸の指示があったからこそ、外務省は現場で努力をされていると思うんですが、果たしてそこのところ、外務省が独自に交渉をしてるから大失敗をしてるというような認識、私はあの批判的なんですけれども、岸田外務大臣、どのようにお考えですか、官邸の指示があって、具体的に外務省は交渉されてるんじゃないんでしょうか。 岸田外務大臣。はい、あの、ご指摘のように、北朝鮮との交渉に当たりましては。えー、まあ、官邸の指示に、ひ、指示を得ながら。えー、対話、えー、対話と圧力、行動対行動の原則に基づいて。オールジャパンで、取り組んでいる。これがあの、政府の姿勢であると考えています。あの、八、先日の、この八月六日の、ええ、リースイオン、外相、と、私の。 このまあ、外相官邸につきましても、総理からの強い支持を受けて、まあ、直接働きかけを行ったということで、えー、あります。あのーまあ、従来から拉致問題対策本部事務局、あるいは警察庁をはじめです、ね、関係省庁、まあ、連携しながら、あのー北、北朝鮮との交渉、そして拉致問題に取り組んできたわけですが、えー、この姿勢はこれからも全く変わらないと考えております。 有田芳生君そこであの具体的にお尋ねをしたいと思います、8月17日に、えー、京都の学者たちを含んだ日朝友好京都ネットが北朝鮮を訪問いたしました、そして、えー、北朝鮮政府高官とーミーティングを昼間行いました。あ2時間20分にわたるーミーティングの中で こののようにその北朝鮮政府は語っております日本人拉致被害者などの再調査というのは、もうすでに終了をしていて、報告書も完成しているんだとで、日本側には外交ルートで伝達したと語っており、もし日本側から提案があれば、明日にでも北京で発表するが、報告書を受け取ろうとしないんだという発言を。 行っておりますす昼間のミーティングです私はあのその北,政府北朝鮮政府高官がお酒でも飲んで、方言を吐いたのかなという疑問を持ちましたけれども、調べてみますと、昼間の会議で、しかも北朝鮮政府高官はメモを見ながら発言をしている、しかもあの自分の名前は言わないでほしい、北朝鮮政府高官という、 ことならば、日本でコメントを発してもらってもいいというようなことも含めて、いくつかの条件を出しながら、そういう発言を行っております。これは事実でしょうか。岸田外務大臣あの。まずご指摘のような報道は承知しておりますが、そういった事実は一切ございません。あの先日の日の朝外相会談におきましても 私の方からこのリ李ン外相に直接、日朝合意の履行を求め、一日も早いすべての拉致被害者の帰国をしっかりと求めました。あの、えー、今回の働きかけの結果をしっかり見,、えー、見極めなければいけませんが、あのこの迅速な調査、そしてその 結果を通じて、一日も早いすべての拉致被害者の帰国を求めていく、この我が国の立場、これは全く変わっていないと考えています有田芳雄君。その北朝鮮政府高官が、何度も日本政府に対して、外交ルートを通じて合図を送ったと、こう発言してるんですが、岸田外務大臣の認識では、この外交ルートっていうのは、 日朝間の外交ルートっていうのは、どういうものだと理解されてますでしょうか岸田外務大臣。えっとあの外交ルートとしましては、えー、まずはあの北京の大使館を通じての大使館ルート、えー、これは、えー、っとさまざまな機会に、えー、そしてさ,あこのおさ,さまざまな機会を通じて、 えー、一疎通を図ってきております、えー、引き続きこうしたルートは維持されております、えー、このルートがあー基本になると考えています有田芳生君、えー、北京の大使館ルートを外交ルートというご理解のようですがならばあ非公式協議は外交ルートでしょうか岸田外務大臣岸田外務大臣 委員の,、えー、のおっしゃる非公式ルートとおっしゃるのは、どういったことをおっしゃってるかもうしあ少しちょっとあの説明をお願いできますか。有田君外務省の担当者の方があ、水面下で北朝鮮側と何度も交渉されているという事実がありますが、それは外交ルートと言いますでしょうか。 田えっとあの、えー、我が国としましては、この大使館ルートをはじめとする公式に認めたルートを以外については、あ何かあの明らかにしたことはないと考えます。よって、えー、我が国のこの外交ルートというのは、大使館ルートをはじめとして、えー、正式に、えー、この接触したことを、 明らかにしたルートを指すと考えます有田芳生君局長級会談などを準備するために何度も北朝鮮サイドと日本外務省の担当者の方があ非公式に水面下で何度も今年に入ってからも交渉されている中で仮に北朝鮮側からもうすでに調査は終わっていて報告書はいつまでもでも出せるんですよと いうことを発言されたならば、当然、岸田外務大臣、井原局長にもそういう報告が上がり、それが官邸にも行くという、そういうシステムになっているんじゃないでしょうか岸田外務大臣。あのまあ、報道等で,です、ね、水面下で接触をしているのではないか等と、まあ、報じられているのは承知しており,おりますがあの、そういっ そういた報道一つ一つについてこのコメントすることは控えなければならないと思いますあくまでもこの外交ルートというのは我が国自身があの公にしている正式に認めているルートを指していると思っておりますそしてそのいずれにしましてもそうした外交ルートを通じましてこの何かこの新しい動きがあれば 当然、私の方に情報は入ってくると思いますが、先ほどご指摘があったような、すでに調査が終わっている云々のこの話につきましては、全く事実ではないと考えております。有田君、ま君、あ、外交ルートというのがあの、北京の大使館ルートであって、まあ、仮に。 水面下で、えー、北朝鮮側と日本の外務省が交渉があったとしても、それは外,務省あ外交ルートであるとお外務大臣は理解されていないということをあの承知いたしました上で、そうした場合、ですね例えばこの北朝鮮高官が言っているように、もうすでに拉致問題も含めた報告書はできていて、いつでも言われたら、明日にでも北京でも発表できるという、そういう発言をしているわけですけれども、お私の理解では、 日本側はどういう受け取り方をしようかと、そういう思案の段階にあるという理解でよろしいですか岸田外務大臣。えっと、まあの、調査につきましては、えーっと、昨年9月に北朝鮮側から調査につきましては、1年,、えー、1 1年程度を要すると。 いうこの発言がありました、まあ、あの今現在、この調査を通じて拉致被害者の帰国が実現していないこと、これは大変この遺憾なことではありますが、えー、その中で7月2日の日に北朝鮮側から、 まさに大使館ルートを通じまして、調査には今一つ時間がかかる、こうした通告がありました。それに対しまして、我が国としまして、7月3日の日に遺憾である、こういった意を伝えさせていただいております。あのえー、この今現在、調査が、調査につきまして、具体的な この、まあ、通報が、まあ、その後、北朝鮮側から,北朝鮮側からない、まあ、現在にありまして、えー、っとどのような受け,受け取り方をするのか等々、これは今まだ申し上げるう段階ではないと思います。いずれにしましても、まず直近においては、あ8月6日のこの外相会談において、えー、強く働きかけを行いました。そのの具体的なな反応どのようなこの返答が 北朝鮮側から帰ってくるのか、これをしっかり注視していきたいと考えます有田芳生君8月17日に北朝,朝鮮政府高官が、もうすでに拉致問題を含めた報告書はできていて、日本側が求めれば、明日にでも北京でも発表できるんだということを語ったことについて、それ以降、8月17日以降、外務省は北朝鮮サイドに、こういうことは事実ですかと。 確認されましたでしょうか。岸田外務大臣、あの、えー、北朝鮮側とは大使館ルートを通じまして、まあ、一層つを図り続けております。その中にあって、えー、今ご指摘のようなまあ、事実はないと我々は認識をしております。あの、えー、まあこうしたやりとりを通じ で通じた上で、先ほど申し上げましたようにそのような、そのような事実はないとお答えをしている次第であります有田芳生君その外務大臣が事実はでないというのは、日本政府が拒否をしているという部分ですよね、北朝鮮側がそういう報告がもうすでにできている、明日にでも報告できるんだということについて確認はされましたか、外務あの北京ルートで。<上>岸田外務大臣 えっと北朝鮮側から正式な通報を受けたのは、えー、7月2日の段階で、今しばらく調査には時間がかかるということのみ,のみであります。あのそれ以後、意思疎通を図ってはおりますが、えー、そ,れそ,その7月2日以降、まあ、正式に、えー、通報のそのについて、えー、何か、 北朝鮮、正式あるいは大使館ルート等を通じて、ですね北朝鮮側から新たな通報、あるいは内容を受け取ってはおりません有田義生君。この北朝鮮政府高官は、岸田外務大臣も井原局長もご存知の方ですから、そういう北朝鮮側の日本問題の重要な役割を担っている人物が、8月17日にもう報告は終わってんだと。 明日でも北京で発表できるんだということを語ったならば、それが事実なのかどうか、それを確認すべきじゃないでしょうか。岸田外務大臣。えっと、あの8月17日以降も、えー、大使館ルートを通じて、北朝鮮側とは一思疎通を図,り図っております。あのぜひ引き続きき続続一疎通は続けていきたいたと考えます。 有田芳生君そうすると、北朝鮮側が拉致問題を含めた調査、報告、その結果が出たということを言ってきたならば、日本政府としては、それを受け取る、そういうおつもりはありますでしょうか。岸田外務大臣え まあ、家,庭の問題家庭のご質問に答えるのは控えますが、いずれにせましても我が国として、調査を通じてすべての拉致被害者の帰国を実現する、えこの立場はあ全く変わっておりません、えそのために、まずは北朝鮮側から具体的にどのようなあ反応があるのか、えー、これをしっかり見極めていきたいと考えます有田芳生君。あのー 日朝協議の中で、まあ、拉致問題、それからあの行方不明者、日本人遺骨問題、それから残留日本人、いわゆる日本人妻の問題がありますけれども、私はものすごくあの重要だと思いますのは、もちろん政府認定、拉致被害者の即刻の帰国というものを強く求めていかなければなりませんが、同時に北朝鮮に拉致された可能性が排除できない人たち、 についいいてててもやはりり重視していかなななければならないと考えております政府はこれまで北朝鮮側に、この北朝鮮によって拉致された可能性がある人について、どのような問い合わせをされてきましたでしょうか、これは井原局長でもよろしいですかね井原アジア大洋州局長あの。これまであの北朝鮮に対して、あの 政府認定拉致被害者以外についても、ですねあの拉致された疑いのあるその失踪者について、関連情報を提供し、調査を求めてきております。政府としては、北朝鮮に対して、拉致された可能性の排除できない方々に対して、過去に情報提供し、調査を求めた経緯がありますが、 現時点、現在もですね、えー、北朝鮮に対して、えー、引き続き調査をし、結果を出すようにストックホルム合意に従って求めてきているということでございます。有田義雄君。2002年の10月に非公式に田中濃さん、小泉健三さんについて、えー、未認定拉致被害者として北朝鮮側に問い合わせを行っており、さらには2004年には5人の人物について、えー 問い合わせをした結果、まあ、北朝鮮側からは入居を確認できなかったと、つまり北朝鮮に入っていないと、そういう経過があったわけですけども、もう一つ、これは拉致対策本部のホームページに今でも出ておりますけれども、こう書かれております、拉致された可能性を排除できない人、30数名について、過去にですね、拉致された可能性を排除できない人 過去に三十数名について、情報等を北朝鮮側に提出したと、でこの三十数名のらしさだ可能性を否定できない人物について、いつ北朝鮮側に問い合わせをされたんでしょうか、井原局長、お願いします井原アジア太陽州局長、あの今、委員ご指摘のとおり、過去に三十数名についてですね、 あの情報等を北側に提供して、えー、調査を求めた経緯はございますけれども、まさにあのこういった行方不明者について、現在、北朝鮮が調査をしており、またこれ以上の具体的な内容について、紹介することは控えさせていただきたいと思います有田芳生君、その三十数名の紹介をしたのは2004年ではないでしょうか。井原局長 今、正確にいつという、私、情報を持っておりませんけれども、委員ご指摘のとおり、過去に三十数名についての情報を提供し、調査を求めた事実はございます有田芳生君、2004年だとすると、もう11年前になりますけれども、この間、北朝鮮側はその北朝鮮によって拉致された可能性を否定できないこの三十数名について、何らかの回答はありましたでしょうか。井原局長 あの今、ご指摘の点も含めて、ですねべ、まあ、ての日本人に関する調査、まあ、その中であの行方不明者に関する調査を、分科会を設けて、特別調査委員会が調査をしていると、これが今、現状でございまして、まあ、こういった状況を踏まえまして、まあ、これ以上の詳細についてお答えすることは控えさせていただきたいと思います有田裕君、ストックホルム合意以降、日朝交渉の中で、 北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない人たちの名簿を新たに提出されましたでしょうか。井原局長あの。繰り返しで恐縮でございますけれども、まさにその行方不明者について、その特別調査委員会で調査の対象として今取り上げられている、でそういったこともございますのであの、この場でこれ以上の内容についてご紹介することは控えさせていただきたいと思います。 有田芳生君新たにストックホルム合意以降、日朝の交渉の中で、えー、北朝鮮によって拉致された可能性のある人たちの名簿を改めて出していないだろうと、私は取材の結果、理解をしておりますけれども、この問題も忘れずに解決に向けて全力を外務省を努力していただきたいというふうに心からお願いを申し上げます。 で時間もだんだん迫ってきましたので、昨年の10月末に平壌で行われた日朝協議において、北朝鮮側から日本人遺骨についての報告はありましたね。井原局長、えー。昨年の10月の平壌での日朝の協議におきましては、特別調査委員会の方から、各分科会の 活動の状況について、えー、報告はあございました。あ基本的には、さまざまな現地調査等を行っているといった報告でございましたけれども、お具体的な情報,情報を含む調査結果の通報ということは、あこの時点では行われませんでした。有田君昨年ののの平壌でで日日朝協議の中で残留日本人 中国残留孤児が戦後の社会問題に大きくなりましたけれども、同じように戦争の混乱の中で、日本に戻ってこれなかった残留日本人、この人たちの報告はありましたね井原局長、えー。残留日本人につきましても、日本人配偶者とともに一つの分科会が調査,を調査に当たっているということで。 まあ、あの資料を分析し、現地調査等で証言を聴取しているとおいった説明はございましたけれども、具体的な情報を含む調査結果の通報はございませんでした。有田芳生君日本人妻、いわゆる日本人妻についても、帰国事業の中で、えー、何人の人が北朝鮮に渡り、何人の方が亡くなり、そして何人の方が今生存しているのか、まあ、そういう報告はありませんでしたでしょうか。 井原局長これについても同様、その資料を分析し、現地調査等を行っているという説明はございましたけれども、具体的な調査の結果についての通報はございませんでした。有田芳生君、残留日本人が少なくとも調査の結果、十数人いらっしゃると、そういう報告はなかったでしょうか。井原局長、具体的にはございませんでした。有田芳生君 じゃあ、外務省に言葉を変えてご質問させていただきますけれども、政府は残留日本人は北朝鮮に何人いらっしゃると理解していますでしょうか井原局長あの。これはあの私どもとしてあの、残留日本人についてえ分かる範囲の情報はかねてから北朝鮮側には渡しておりますけれども。 今あの、先生のご質問に答えられる具体的な数字は私あの、手元に持っておりませんので、また五の答えさせていただきます。有田芳生君。残留日本人の一人である丸山節子さん、チョンジンにずっと暮らしていらっしゃいました、でなんとか日本に戻りたいということをあのご家族に、日本にいるご家族にずっと訴えてきました。 ところが日朝交渉が始まったにもかかわらず、こうした人たちの扱いというものをどうしていくのかということがはっきりしないまま、残念ながら、丸山節子さんは今年の1月16日に86歳で亡くなりました、こういう方々がいっぱいいらっしゃる、だからこそ当然、拉致被害者をはじめとして、えー、北朝鮮によって拉致された可能性の高い人たち、あるいは、 残留日本人、いわゆる日本人妻の問題などについても、外務省がこれからも全力を挙げて、一丸となって頑張っていっていただきたいというふうに思います、で最後に山谷大臣、一言だけあの、そういう日本政府の方針として、やはり北朝鮮側が調査をやって、でそれをあの検証していく時期が来るかもわからないと思うんですよね。 だからそういう意味においては、本当にあのいい加減な報告をさせない、してきたとしたら、それを覆していくという作業がこれから始まる可能性があるならば、大臣として北朝鮮側からやはりあの報告を出してくるっていうんだったら、それを受け止めて、検証していくという立場にあられるかどうかということを最後にお聞きしたいと思います。 山谷国務大臣、時間ですので、簡潔にお願いします、はいえー、政府認定の有無に関わらず、すべての拉致被害者の救出帰国に向けて努めていきたいと思います